はい、えー、生活困窮者にはあ、定額給付金の一律配布ではなくてね、借金をしろというふうなあ、菅総理からのお言葉でした。本当にね、がっかりすることばかりでございます。まあ、最終的には生活保護があるとかね、お金がない人に上限200万までお金を借りれるようにしたよとか、200万の借金をね、生活困窮者が負うっていうのはどんな状況かかりますかってことですよ。 本当にひどい話だなと思いますけども、今回皆さんからまたね、追加でコメントいただきましたので、一緒に考えていきたいと思います。まずはですね、あートール、え、タウリさんですね。アルファタウリさん。 アルファケンタウリさんですかね。はい、ありがとうございます。麻生さんは後世に借金残すのかと言って、給付金やらない。そして菅さんは、有志増額やらすからと、借金して耐えてくれと。国の借金がダメで、国民の借金が OK なの意味がわからんと。国債を切るのは反対しといてね。で、国民にはお金借りてくださいって言うんだから、本当そうですよね。ひどい話だと思いますよ。国はお金を作る能力があるんですよ。権利があるんですよ。国民は借りることしか許されないと。 借りたら、んと利息付きで返さないといけないじゃないですか。本当にね、借金の重圧がね、日々の生活をどれだけね、夢のないものにしてるかってことを考えてほしいですよね。松岡さんいつもありがとうございます。先生、自分は諦めません。新年度予算に期待して、一日給付金、生活保護見直し、頑張っていきます。これからもよろしくお願いします。私もやります。新年度の給付は、私はあるんじゃないかなと思ってますけどもね。 え、坂本さんですね。信夫さんでございます。そもそも、そんなもの借りて返せるあてがあるんなら、そんな借金する必要ないわけで、そんな発想しかできない、現状把握してない。ということなんでしょう。貯蓄にもあるそれは誰かが使えば、そのお金はどっかの予貯金になるのだから、全体として預金高が増えるのは当たり前。それすらわからない、アホ財務大臣ですね。本当にね、麻生さん、財務大臣なんでなってるんだろうな白いゆりさん。なんだかもう、 でくれって言われてるようで、ほんと悲しいですよね。追い詰められますよね。カオルさん、いつもありがとうございます。クボさんこんばんは。本当ですね。と。お金貸してくれても返せる当てがないなら借りたくても借りれません。だったらください。お願いします。本当にね、くださいよ。今回ぐらいは。本当にね。石井さん、緊急小口とかは生活保護受給者を受け取りできない。生活保護受給者でも仕事している今いる高い家賃からのところからでの、出るのに、ある程度の預貯金がないと、国からの おー住居支援が受けられない給付金あればすぐにでもフル仕事をして、えー、生活を,を切りたいが給付金を出さないためますます生活困窮になる早く一律給付出せ私も同じ思いですねこういう方にだけでもね配ってほしいもう全員じゃなくていいんで今は生活困窮の方だけでも配ってほしいそして借金がある方全部ねチャラにしてあげてほしいなと思いますねえー、徳さん 支出を抑えるために今は貸し付けと言ってるだけのような気がする。返す時期あたりに全員免除とか免除対象を緩くするかも。うん、評価席にもなるし。おー、なるほど。こういう見方もありますね。UX さんいつもありがとうございます。そうだそうだ。菅は麻生の呪縛から解き放たれろ。うん、麻生さんね、あの、西田昌司さんにちょこちょこちょこ言われてるらしいんですけどもね、答えないですね、あの人もね。うん、なんかね、高橋良いチャンネルとか見ると、まあ麻生さんの 立場ってのもなんとなく見えてくるんですけども、それにしてもね、しぶちんだなと思います。えー、ただおさん、国営のさらきに始めました。まさにそうですよね。宮下さん、俺は10年前5万しかない時、生活保護を断られ。では、10万でいいから必ず返すから返してくださいと言っても冷たい目でダメだと言われた。あの時の野郎の顔は死ぬまで恨んで忘れんぞと。もうこういうね、窓口の人がいるんですよね。でも今ね、生活保護の窓口担当してる人も6割が非正規なんですよ。 だから、数ヶ月後には自分も生活保護を受ける立場になるかもしんないってことらしいんですよね。五郎さん、騙され、騙されたらダメだよ。200万って生活根拠者はもう借りているから、あと60万だけを。200万じゃなく、新たに60万と言うべきだよ。これね、ほんとそうですよね。イエモンさん、菅さんは土地狂ったんですかね。<laughs> ねえ。あ、ラビットさんいつもありがとうございます。貸し付けって。返済能力ない人に200万貸し付けって。ぐさくすぎる。 無利息、無担保であろうと借金は借金。ねえ、ほんとそうですよね。金を借りることを進めるってどういうことなんやと思いますよね。住宅ローンをね、数十年前とかにものすごく進めてましたけど、あれでもね、もうおかしな話だと思ったんですけどね。えー、次。頭江さん。菅さんは国民のことは全く考えてないですよ、と。うーん。えーと、羽さん。えー、めちゃくちゃですね。全ての人が借りるわけじゃないんでしょよくわからない。総理、選挙は大敗です。 借金を終わす自民党。日本はめちゃくちゃになりますね、久保さん。そうなんですよ。なりそうですよね。あのね、このままね、日本の国力が衰えてるってことなんですよ。こんなことではね、もう簡単にね、外国に食われちゃいますよ。うん、自民党銀座コロナファイナンス <laughs>。闇金だよ。おーい。菅国民に30万配れ。<laughs> 配ってほしいですね、ぐっちさん。えー、で、え上田さん。なぜ貸し付け給付でしょう。私もそう思います。断じて思います。 はい、次ですね。えー、隠居、いち早い情報ありがとうございます。確かに総合支援の貸付延長でしたが、生活が苦しい人が申請しても必ず借り入れるわけではありませんし、しかも借り入れたところで、今はいいが、今後返せない人が多数ですよ、と。国民の命を守るなら、一律給付でしょう。金がないなら印刷すればいいだろうと。一律給付を必要ない人は申請しないだろう。 200万って車のローン組んだ状態。本当だよね。本当だよ。しかもこれ、車なら車が残るからいいけども、今回の200万って、本当生活消費財ですからね。食べて終わるって感じだから、何にも残んないですよ。ただ命をつなぐためだけ。こういう風なね、最低限とも言えないような最低限の暮らしを押し付けてくる日本政府に、私たちはね、どういう信頼を抱けっていうんでしょうね。次、ガンダムさん。私の家も貸し付け断られました。ええー。 返返せせるあてもなないいい人に返せないとということです、うん、家みたいに家族3人ですが、家みたいに家族3人ですが、私は心臓病と糖尿で、働くのも発作も起こしたりしながら農家にパートとして働き、娘は以前働いていたところで、上司のいじめに遭い、うつ病になってしまいました。 今は何とか薬を飲みながら11月から仕事に行って月に7、8万ぐらいもらってますが5、6年前からおじいさんおばあさん主人と次々と亡くなり、えー、主人の残したクレジットも未だに払っていて息子は何病で仕事もできません私の家みたいなところはどうしたら良いかわかりませんあこれね苦しいですねガンダムさんその中で頑張ってらっしゃるのにあまりにもひどいですね日本政府の対応ね旅人さん国民魂の貸し付け借金を忘れる気 機密費たんまりあるんだから国民に吐き出して10万ポッチもお安いもんでしょうと。ステーキ1人2枚分そうと、<laughs> 国民に食い物にして、まさに食い物って感じですよね。私たちもステーキになっちゃうんでしょうかね。旅人さん、えー、本当にいつもお付き合いありがとうございます。サトシさん、あサトシさんもね、本当今日もコメントありがとうございます。菅総理大臣と麻生はもしかして竹中平造の生活保護年金支給廃止のベーシックインカムのために断固給付金を出さないのか。 竹中平蔵は策略に期待しているのではないでしょうか。何かしら腹黒方向に傾き始めているのかなまあどうなんでしょうね。見えてこないところが多いですからね。イクミさん。えー、鬼やで、鬼。<laughs> えっと、金さん。アホだろ。まあ私もね、アホみたいなもんですけどね。えー、オロさん。まるで日本国政府のカスカス詐欺ですな。これはカスカス詐欺。本当そうですよね。クリスタルソードさん。今多くの方が救いの手を求めています。それなのに政治家の人たちときたら、 私たち国民を苦しめることばっかりやってるし、同じ国民の中にはそういう人たちに対して早く死ねと抜かす輩もいる。もう死ぬしかない。ねえ。死ぬ死ぬ談義になってきますよね。ミミちゃん、久保さんこんにちは。本当にひどい菅総理。血も涙もない人と思わなかった。秋田の親類もきっと怒ってると、もう情けないです。秋田のご親戚もきっとお嘆きですよ。MM さん、無駄な金ばかり使って給付金出せば済むこと。日本の人口が少なくなるのを楽しんでいる。 意地もささんつもりか挙句の果てに借金させるバカげてる馬鹿げてるよほんとね小玉さん生活困窮者に200出すけど貸し付けかなり話がおかしい国民払うできないのに何をうんためのこと言い出すかと国民が払うことできるのすいませんちょっと私の、ね、滑舌が悪いっていうかああこれ苦読点がないとほんと読みにくいんですね文章ってねえっ、ー、と「金むしり取ろう」とか「尻の毛国民からむしり取るんだなはいお気持ちは分かりましたありがとうございます ええと、山中さん、返せないかもしれないけど、借りないと生活できない人もいるのも事実だと思います。それもありますね。借金断られました。タトル君。うん、ひどいですね。えー、日ださん、いつもありがとうございます。菅とかは金持ちだから分かってない。生活保護にしろめちゃくちゃ増えたら渡すさな長くなるはず。今回は貸すと、要は国民にはホームレスになるということじゃないかなと。まあ、ホームレスは私もやりましたけどもね。 うん、楽しかったような気もします。<laughs> えー、麻生に2回とかボンボンだし、一般人の気持ちが分からないのかな、ということです。まあ、分かんないでしょうね、きっとね。麻生などおじいちゃんたちが金持ちだから、国民がどのような生活しているか分かっていません。自分目線に合わせているので、自分が生活できるから国民を生活できると考え、借金しても返せるだろうと考えて生きている。国民目線ではない麻生。うん、うん、今度の選挙で落としましょう。福岡ハックでしたっけクズオさんを通しましょう。あとね、日高さんとのやりとりが続いております。ちかっぺさんもね、動画ありがとうございます。 あ、介護福祉士なんですよね。ね、介護福祉士さんはね、みんなで給料上げていくような運動を起こしていいと思いますよ。給料上がりますから。あの、介護、介護業界にはお金がきちんとありますんでね。で、今回もかなりね、コロナ支援とかで、ガッポガポお金入ってるんですよ。ただそれをね、多分ね、知らないのか、知ってても、ちょっと突き上げていかないのか、業界がちょっとね、誰か美味しい思いしてますよ。本当に。これは。これは思います。 全端にお金が渡らないってことは、あれだけの予算が振り分けられてるのに、皆さんのところに渡ってこないっていうのはね、これはね、途中での中の気が激しいですよ。だから業界内部に敵がいるってことに気づかないといけないですね。私もね、介護業界に身を13年間寄せたものとして、その辺の不条理はよく感じます。ありがとうございます。えー、松岡さんありがとうございます。菅総理は何を考えてるのかわからないと。うーん、まあ本当だよね。ね、まあ、松岡さん頑張っていきましょう、私たちは。 シンシンさん。久保さん、中州来るとき行ってね、私飲もう。ああ、飲も飲みましょう、シンシンさん。ありがとうございます。中州にお邪魔します。えー、私の方にね、あのー、一応メール送っといてください。忘れちゃいけないんで。えー、いっそ200万貸し付けしましょう。<laughs> 給付しましょう。200万給付いいですよね。 次、ママさん。なぜ一律給付じゃないんでしょうかカタなナに買付けなんでしょうかうん、なんか、その借金で国民をコントロールしようとしてるのかなアジノ・タラキさん。貸すなら国民全部に無条件で貸せた子。返すんだから減額とかするな。要請があれば全て国民に貸せ。貸してほしいですよね、新し進んしんさん。国民全員200万ください。あとで100円ずつ返します。<laughs> 100円ずつね。<laughs> いいですね。猫、ね、の道さん。 貸し付けたって借金やん。借金やったら生活保護も受けるのやで。その辺ガースは全然分かってないやんか。教えていかないといけないですね、この辺もね。まさかりさん。ああエビがためですね。まさかりさん、ちょっとね、いじめてやってください。もう <laughs> あとね、えっ、ー、と、すいません、もう一つコメントがあったんですけども、カーソルが下の方に行かないんでね。えー、っと、これ。えー、っと、すいません。かすみさん。久保さん、キャバクラ行ってんだ。想像つかないね。キャバクラ行ってません。すいません。あの、30から35までの間に5年間ぐらい。 言ってました。オーナーに知り合いが多かったんでね。あの、キャバクラのオーナーさんに。えー、ということでしたね。本日は以上です。えっ、ー、と、まとめて言いますけども、私がキャバクラに行ってませんからね、もう、何年かな ?8 年ぐらい行ってませんからね。8年ぐらい行ってませんので、えー、昔行ってたという話でございます。はい。えー、皆さんに誤解を与えてしまって申し訳ありませんでした。まあ、キャバクラが悪いわけではないですけどもね。まあ、やっぱり若い女性が頑張って仕事してる姿って、すごい美しいと思いますよ。 ね、うん、すごいと思います。うん、ですから、私はキャバクラを下に見ることはないんですけども、今私ね、家庭を持ってる立場でキャバクラに行くと、やっぱりね、何かと問題が起きると思うんで、行かないし、興味がなくなっちゃいました。私のね、一番のね、あの、魅力的な女性奥さんなんで、もうね、それ以外いらないというところまで来てますね。もう奥さん大好きですからね。では以上でございます。